こんにちは、アンバルギアです。やってきましたね、ここ。ここってことはよ、あの人来るかな。お願いします。てってて。ああ、出るか。え、ケル君ですか。いや、そうなんですよ、マスク、はい、マスクしてる、あんまり誰か。ほんまに、ほんまケル君ですか。いや、そう、あ、ないじゃない。ゆかちゃん外すの。これじゃ分からないです。20になったやつか。いやいや、20じゃ1個、1個。あ、1個コロナ防止や。ゆかちゃん、どうぞ。いきますね。おお。テル君や、ありがとうございます。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、テル君はもう多分アンポチャンネルの昔から見てる人も知ってますよね。そうですね。海のやつはもう誰もが一回見てるやろ。はい。ね、海でアンポルキアに喧嘩を打ってきたテル君です。迷彩の。迷彩の。はい。今日テル君いきなり呼び出されたでしょ。いや、そうなんです。あんまり何も聞いてない。はい。今日ラーメンからね。テル君今日あれになります。ドラッグクイーンになります。ドラッグクイーン。あ、ドラッグクイーンってやんてるかな。オカマって言うかな。オカマですね。オカマですね。ほんまにだるいって。いきなり呼び出されてオカマなりますって言われたらもう俺困るからマジで。オカマバーで働いてもらいます。叩かれん出てたから、そのいきなりまた言ってたら。俺も働くんですけど。一人でやるのちゃうなと思って。あ、これテル君やなみたいな。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日はだからドラッグクイーンのオカマのお店にちょっと突ですね。はい、潜入して、はい、アンポルキアと海の名声のテル君が一緒に働いてみたっていう、まあ、オカマの極意をね、ちょっと、ね、はい、知りましょう。出てきたらまあオカマになってるかもしれない。そういうことです、はい、化粧とかもガッツですよね。あ、ほんまに誰か分からなくなりますよね。そんな、ほんまガチでやるみたいですよ、はい、そういう感じなんで、じゃあ今日はよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、はい、バーラウンジバディさんですね。はい、到着しました。すごい。もうすぐ調べてもできるんですよ。なるほど、なるほど。そうって感じで、クリオトラーメンが一回ここに来たの。お、はい。で、なんか僕は初めてなんですけど、はい、ここで今日とかまだ、はい、マスク取ってんのか分からない。すごい。どうすごい。あ、すごい。すごい。お構いになりそうですか。岡本ドラッグクイーンと違うんですか。ちょっと違う。違うんですか。ドラッグクイーンはまあパフォーマンスですね。ここはドラッグクイーンなんですね。そうです、ドラッグクイーン。ドラッグクイーン。はい。なるほど。僕たちはドラッグクイーンやるということで、はい、素材がいいのでなんとかなると思います。わかりました。ここのママをやってる、はい、自己紹介でしょ。よろしいですか、はい、失礼いたします。ご紹介ください。ゆうないと書いてゆうた。ありがとうございます。あ、ゆうたなんですね。はい、もう何でもお前って呼んでください。ゆうだいとか言ってゆうたなんですね。はい、ゆうだいゆうたとか呼ばれるかな。噂に言うとあれですね、漢字がオスに大きいとか言って。あ、そうなんです、オスがちょっととにかく大きくてですね。なるほど。そちらの点をプッシュしていこうかなと思いますので。あ、これ大丈夫ですか。ゆうちゃん的に、はい、ゆうちゃん的には最高です。いやー、ということはね、じゃあちょっとメイクから、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日ドラッグクイーンとして僕たち2人を磨き上げてください。イエーイ。お兄さんはユーチューバーさんなんですか。いや、僕は何もないです。あ、一般人なんです。そうなんです。ワンポルキアチャンネルに出た一般人市場で一番人気ありますよ。あ、そうなんや。ありがとうございます。動画え、浜辺で殴り合ってたの。そう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 。動画数4本動画数4本の累計再生回数600万回とか。いや、ありがとうございます。で、おかげでフォロワー3人増えました。良かったです。メリットですね。3人増えて。ほんまに。あの、概要欄貼ってくれて。最近バー始めたんですよ。あ、テル君が。はい。え、テル君ここ始めたんですか。そうなんですよ。どこで場所は。堺なんですけど、堺東らへんで。自分のバーじゃないのに最初、ちょびっす宣伝してやって絡んできて、ほんまに見せしたんですね。あ、そうそうそう。ほんまにした時は絡んでこないんで。あ、そうなんだ。なんか、連絡するのもなんかやらしいな、俺。いや、行きます行きます、絶対行きます。バーホーミーはどんな感じなんですか。バーホーミーはいい感じですね。今でも行かせてもらってますね。あ、そうなんですか、はい、じゃあ基本は自分のバーにはいない感じですか。行ってます、行ってます。あ、いいです。はい、早しめにバーホーミー行くみたいな。噂にあるのが寝てるから、はい、昨日テレビで考えたんでしょ。そうなんですよ。それでちょっとプレゼント何しようかなと思って考えたんですけど、普通のご飯あげて面白くないなと思って、一緒になって、ちゃんと働くっていうドラッグクイーンになって、一生の思い出や、こんな、今までされたことない、ほんまにしたこともない。でも、こういうなんか、誕生日プレゼントってめっちゃ嬉しいですね。だって、普段絶対されないじゃないですか。それは誰もされないし、誰もされないし、
誰もしたことないです。人類史上初。最近は多いんですよ、ドラッグクイーンになって、なんかメイクも全部プレゼントみたいな、ドラッグクイーンがそういうプランがあって、なんかいくら出せば全部新ドラッグクイーン体験みたいな。めっちゃ嬉しいです。なんか僕もう体がちょっとメイクしてたら入ってきました。まだ何もしてないけどね今。めちゃくちゃ怖くて、怖い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 、これサムネで。やめなさい。人間の印象って眉毛めちゃめちゃ締めるらしいからな。確かに、もう顔変わりましたね。あの海辺の人なんや。はい、そうですね。伝説です。あー、マジですか。いや、この子可愛いと思って見てて。あ、マジですか。生きてる可愛いと思って。でも多分 YouTube でも2020年の中でだいぶバズった上位ランキングあるやろ。そうですね、YouTube 全体多分ありますよ。うまいですか。フィルダーさん1位でした。あの後ずっとオートしてましたからね。しましたね。やられすぎて。で、アンプ見えた一言めっちゃ聞いてるやん。さっきやろ。ドラッグクイーンでね、はい、言ったらオカマじゃなくてゲイっていうわけじゃないですか。そうですね、まあ、ゲイの方がパフォーマンス多いですね。あ、やっぱみんなゲイはゲイなんですね。まあドラッグクイーンの中にはね、あの女性のドラッグクイーンもいらっしゃいますし、もちろんそのストレートの男性がやっているドラッグクイーンの方ももちろんいますね。ただまあメインはほとんどがゲイですね。いつからそういう声しようとしたと思いますか。ドラッグクイーンを始めて今6年目ですね。そうなんですか。きっかけはフジテレビですかね。あ、そうなんですか。あ、そうです。嘘つきましたね。今のね、サンサンテレビ若いからほら。ラーメンさん可愛いですよね、はい、あ、ありがとうございます。ラーメンさんタイプなんです。ラーメン好きですよね。急にラーメンさんのラーメンをラーメンしたい。おー、ラーメンさんのラーメン。そうなんですよ。ラーメンされてこいですよ。ラーメンさん彼女いらっしゃるんですか。それ見てないんですよ。おおっすね。何ですね。ハイラインに行きたいと思います。目を開けといてください。あ、閉じといてください。はい、よっしゃー。テレビ見てください。おぉ、テレビ攻めてんな。ほんま、さっきなんか桃鉄のなんか誰かって言うの。桃鉄。これはキングボンビです。キングボンビです。おぉ、なんか、あ、確かに。確かに。いい感じっすね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。可愛い。普通にかっこいいかもしれないですね、しょ。マジで。ジャパン系。ちょっとかっこよくなって。かっこいいです、かっこいいです。ほんま。あ、今んとこね。そっからどこまで攻めるか知らんけど。じゃあちょっとメイク、今序盤ですけど、次じゃあ回した時は完成ということで、メイクします。はい、メイク終わりました。メイク終わりましたっていうか、これほんまに誰がやろうって言い始めたんだっけ。誰でしたっけ。クリアやんな。はい、大丈夫なのこれ、はい、何回も言ったけど俺K-1もっと世界じゃんべな。格闘家でこんなふざけてる人おる。他にいないっすね。マジでふざけてるから、はい、まあでもね。すごいもう入ってるんじゃないですか。もうスイッチスイッチ。あなたペラ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 喋るわよ。誰かわからないっすよね。誰ですか。キングコング。キングコング。キングなんか桃鉄のなんか俺。キングコンビ。キングコンビ。言わんこうに見えるけど。じゃあちょっと今日私たち、はい、いちいち体験させてもらうんで、はい、名前を決めていただいて。お名前ですか。名前決めてもらった瞬間もうスイッチ入るんで。あ、なるほど、わかりました。それではですね、整いました。まずこちらの方からですね、お名前にちなんだお名前をちょっと付けさせていただいたので、テルミーワイコさんで。おお。気に出したわ。あテルミーワイコさんでございます。テルミーワイコです。そしてですね、こちらのもう絶世のビジョンにはですね、ルキネーとお名前をルキネーでございます。頑張りますわ。はい、もう初めてとは思えないこのスイッチの入れ替わりようにですね、ちょっと驚いてるんですけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私のお名前ですか。じゃあ改めましてもう一度お願いします。バランスバニーのご紹介ください。雄大と書いて雄大。
ありがとうございます。じゃあ今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあママさ、せっかくだから、ここの最近の一押しの、はい、あのドラッグイン、あ、もしいたら。全員一押しなんですけれども、はい、その中でも今日出勤の、はい、今日出勤の一押しドラッグクイーンを紹介したいと思います。はい、それでは、こちらにどうぞ。すごいよ。すごいよ、これ。画面出ても大丈夫かな。すいません。はい、先日ですね、あの新聞の方の取材にも受け答えしていただきました。お名前の方お願いします。松平マロンクリームです。松平マロンクリーム、はい、情報方でございます。はい、ということでこの他にも本日は2名のドラッグクイーンが出勤なんですけれども、主に私とマロンクリームで CG 教育の方に勤めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは改めましてですね、お二人 あのドラッグクイーンデビューをするしましてですね、当店ですね、うん、乾杯おっぱいチェリーパイという掛け声がございますの で、 そうなんです、ね、まず第一の教育といたしまして、はい、レッスン1、乾杯おっぱいチェリーパイ。いきましょう。わかりました。はい。ではルキネート、テルミーワイコさん、よろしくお願いいたします。せーの、乾杯おっぱいチェリーパイ。イエーイ。いい感じでございます。あとはですね、基本的に立ち姿というか、ね、基本的な姿勢はもう、ね、足を斜めにしていただいて、足斜めですね、はい、うん、そうですね、テーマな感じで、テルミーワイコさんもう完璧だから、もう、ああ、もうテルミーワイコさんは素晴らしいでございます。完璧です。ではということで営業していきたいと思いますので、ぜひ頑張りますわ。頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではレッスン2でございます。お客様をお迎えに上がりたいと思います。それではついてきていただいてどうぞ。オカマと一杯どうですか。バランスバディでございます。オカマと一杯どうですか。寒いわ。寒い。元 K-1 チャンピオン、オカマ姿になったアンポルキアと一杯どうですか。ルキネの得意技とかってあるんですか。ルキネの得意技は、はい、そうね。まあでもパンチとキックあるの。あ、でもどっちかというとキックのことね。ああ、あなた偉そうね。先輩よ。じゃあ こちらにもしね、その酔っ払いのお客様が来られた場合とかね、ちょっと対応していただくから、ね、そうね、まあ、もし来た場合、はいはい、まあ、もちろん最初話をするから、はいはいはい、話をして、もしわからないような男がいたらもう入ってきたら。一撃を一撃。ありがとうございます。決して暴力的なお店ではございませんので、お気軽に。あの話が分からなければなかった。聞くとかございませんので。ちなみにあの話が分からなかった場合をもう一度だけお願いします。話がもし本当に、はい、本当に話し込んでも、はいはいはい、どんだけ言ったら分かんない場合、はいはい、その時はもうマリンが。あははは。という感じで、はい、本日も平和な一日になりますようによろしくお願いいたします。それではテルミーワイコさん あの特技などありましたか。どうしてもどうしても言うこと聞かない酔っ払いの方が来られた時の対処法。ルキネはなんか暴力的になったけど、あの見て撮ってくれないの。ちょっとこっちの番だから、こっちの番だから。もし酔っ払いが来たら、はい、私はそのまま肌と肌を触れ合って、そのままお持ち帰り。あの警察を呼んでいただいて。警察か病院かどっちかですか。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。じゃあ料金の説明をさせていただきたいと思います。まーす。女性はチャージ料金1000円で飲み物800円でございまーで、チャージ料金込みの2時間飲み放題5000円もございまーす。そしてですね、ボトルキープもございまーす。そしてなんと、シャンパンも冷えてございまーすって感じでやってます。何飲みますか、お姉さん。あ、私が選びましょうか。あ、選んでください。あなたはレディー、それともメンズ。レディーです。そっから。このレディーコースでいいんじゃないですか。あ、これでお願いします。
じゃあレディーコースでお願いします。はい、かしこまりました。よければちょっと新人お二人にもいっぱいご馳走して差し上げていただいてもよろしいですか。よろしいですか。ありがとうございます。それでは愛ちゃんお願いします。私の名前はテルミン・ワイコです。お姉さんの名前はリナです。じゃあ、彼女の名前をお願いします。私の名前は本日入店させていただきました大型新人ルキネと申します。ルキネやばいわ。じゃあ、乾杯しますか。はい、それでは乾杯のコールをお二人お願いいたします。でもリナはわからないわ、教えてあげなさい。乾杯、おっぱい、チェリーパイ。リナも言うのよ。リナも言うのよ。乾杯、おっぱい、チェリーパイ。いただきます。俺の人生審判。目立つたがり屋でございますね。今日の営業はもう彼女に任せましょう、ね、もう大型新人すぎてね。ちょっとルキネもちょっと負けてらんないじゃないですか。じゃあ誰も傷つかないじゃんけんやるわ。ルキネじゃんけんすごい強いの。うん、で強いんだけど、誰も傷つかないじゃんけん。なるほど。リナちょっとじゃんけんしてくれる。最初はグー、最後メリケンでボン。ちょっとテキーラーが…あ、いいですか。ちょっと酔いが足りないわね。あ、じゃあすいません、テキーラーお願いします。ありがとうございます。あ、お、絶対勝ったね。使ってください。なんかこう、彼氏にどういうところを求めますか。じゃあやっぱりそうね、いざという時守ってほしいね。あー、なるほど。どんな感じで守られたいんですか。やっぱり強い男が好きね。あー、なるほど。ちょっとじゃあどんな風に守ってほしいか、ちょっと男らしさってどんな感じか、ちょっと真似をね。まあ、やっぱそうね、強い男が私好きだから、強い男にはまあこれぐらいの強さを発揮してほしいなっていう。お、知らなかしら、ルキネ。ルキネが、リナちゃんから敵がいただきました。ルキネが、はい、ルキネのムッツー、ワッサイ、ワッサベイベ、ワッサベイベ。ルキネ、あそこがセンター街。ありがとうございます。ちょっと待って、お酒いただいたのにごちそうさまだ。ごちそうさまだ、ひどかったです。それはもう、あらららら、研究が始まっちゃうのかしら。一触即発かしら、これは。俺いじられかみたいになってる。ルキネ、ルキネ、ありがとうございます。ルキネ、すごいわ。やっぱこう出来上がってるのも素敵ですけどね、こうちょっとまだあどけなさが残る感じも素敵ですよね。じゃあ、新人さんはまあ置いといて、私たちがさっき好きなタイプはマロンクリームさん、どんな感じ。私はね、やっぱ守ってくれ、そんなの。あー、守られる必要がどこにございます。どう見ても弱いやん。あー、弱いね。弱いから、弱いから。芸能人で言うとどんな感じですかね。あのね、もう結婚しちゃったからもう嫌いになっちゃったけど、翔英、うん、あー、翔英さん守ってくれそうね。守ってくれそう。もう殴られたい。あー、ぱっと見翔英より強そうです。おかえりボーンとかやられたんだ。あー、なるほど。多分おかえりで殴るような人は家に入れてないと思う。そうですよね。なるほどね。私も結構こう守られたい欲求があるので、まあ、こう体の大きい格闘家さんとか、私結構ボブサップとか大好きなんですよ。朝青龍とか。だいぶでかいわよ。そう。だいぶでかい人がタイプなの。私結構こうデブ線っていうんですか、こうちょっとぽっちゃりした方が好みなのでお待ちしてまーす。今まで戦ったら次北村さんとかいいかもしれないわね。確かに。180cm、120kgのムキムキだ。ありがとうございます。私の彼氏ができました。北村さん、北村チャンネルここ来てもらおうかしら。
おお、いいっすね。北村チャンネルを北村チャンネルしちゃいましょうか。そういうことだ。じゃあ、テルミーさんは、どんな男性が。私ですか。メイクの配信。え、それよりリナさんさっき聞きたい。あ、そうですね。リナちゃんどんな感じ。優しそうな感じ。優しそう。急に優しそう。えなりかずきさん。ね、優しそうな感じ。三平さんか。三平さん。あ、じゃあ三平さんのモノマネお願いします。なんで私らのその下品なの。さあ、3、2、2、1、1あ、サマーパウダー。いやいや、優しそうな方が食べてるので、はい、テルミーさんはどんな感じの方が。私はなんか何でも笑って過ごしてくれる人がいいかしら。なんか何かあっても、もし遅刻しても、なんか面白いねみたいな。あ、なるほど。遅刻して無事でよかったねみたいな、みたいな。何でも何かあったら、なんか楽しい方向に持っていってほしい。怒る人嫌い。ああ、なるほど。嫌いはどんな感じ。ダンスのタイプって書いた後で。可愛らしい男性が好きだ。芸能人で例えば真剣佑とかファックしたいわね。ファックしたいわね。ファックされたいんじゃなくて入れたわね。入れすっぴん真剣佑にちょっと似てるんで。どうやったやっぱちょいちょいアンポルキーありますね。やっぱりアンポルキーちょいちょいやっぱルーキーやってますね。ミラノいつもやってるやつあるじゃないですか。自己紹介するやつアンプルキアですみたいな。ああ、ちょっと女の子バージョンでやってみてよ。そうね、そうね。ごめんなさい、チャンピオンいじってしまうわ。やるのかしら。みなさん、こんにちは、アンプルキアです。いやー、よければ発注していただいて。いやー、ありがとうございます。今の感じでもう一回いいですか。今の感じで。みなさん、こんにちは、アンプルキアです。お客さんからもう一回お願いします。ありがとう。アルポルキアの氷できました。アルポルキアです。いや、でも今のあのアルポルキアです。やっぱりその勢いがやっぱり、そこからは一番の取れ高だったわよ。いや、だいぶ良かったわ。もう今のだけでもいいぐらいの盛り上がっちゃう。カツラ外してもらいましたけど、ドラッグクイーンを体験させていただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今度の店はね、バーランスバディ、バーランスバディ、大阪の南ですね。はい、南にありますので、ぜひ皆さん来ていただければ。あれ、ママもマロンクリーンが、はい、普段いますので、アンポも定期にこれくらい行こうと思います。はい、プライベートですよ。はい、これはしないです。テレビも今日やってみてどうでした。一緒に急に付き合わせましたけど。いやいや、全然。でもほんまにね、いい経験させてもらいました。ですよね。はい。誰ですか。頭を外してすごいこと。僕は撮影とかしてるんで、あのメイクとかもする時もありますけど、こんななんかがっつりねしたことないんですけど、やっぱめっちゃ時間もかかるし、こんなつけま一つでもなんかすごい目重たくないですか。めっちゃ重たいですね。まあ女性の人はね、普段こんな感じで結構大変な思いしないのに感じ思ったんで、ちょっとこれからは女の子に優しく頼みました。涙目で言っててなって。まあそういう風な感じで、今日で一日体験させていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひここバディ来てください。バラージバディお願いします。お願いします。お願いします。待ってます。じゃあちょっと今日こんな感じで、ケイ君急遽、昨日誕生日やのに、ね、そう、ほんまサプライズで誕生日に連絡来たと思ったら今日にこれ届けられて。いや、ほんまありがとうございます。いいプレゼントいただきました。これででも一緒に動画撮るのも5回目ですね。そんなんだろ、はい、4回目か。海で、バーで、ぼったくりバーで今回です。ほんまにすごいです。テレ君のインスタグラムをちょっと貼っとくんでね、テレ君のインスタグラムをよかったら皆さんフォローしてあげてください。お願いします。ありがとうございます。そんな感じで、じゃあテル君、今日はどうでしたね。いや、でも本当に女の子って大変やなっていうのが一番思いますね。大変ですね。メイクも1時間かかったけど、落とすのにも20分ぐらいかかったんですね。へぇ、あんな、まああそこまでゴリゴリはせんと思うんですけど、はい、でも大変ですね。大変。痛かったしね、眉毛と。いや、そう、眉毛とら痛かった。抜けたんちゃう。いや、抜きました。我慢しなさいよ。まあでも、すごいいい経験になりましたね。いや、唯一のテレビのサブメンバーなんで、認定しないの、勝手に勝手に認定しますよ。ラーメンはもう後ろのメンバーですけど、テレビはサブメンバー。いやいや、まあこれからもよろしくお願いします。はい、お願いします。誕生日じゃあテレビ君おめでとうございました。ありがとうございました。すいません。あ、もう一個いいですか。いいですよ。あの、堺の堺東ら辺で
ちょっと僕もバー始めさせてもらって、はい、海の喧嘩の時にバー宣伝してやで、自分のバーじゃないのにめちゃめちゃ来てたテルクがあのほんまにバーを始めるみたいです、はい、もうそれはまた動画で、はい、お願いします、はい、皆さんもぜひ行ってみてください。はい、そんな感じで今日はアンポルキアチャンネルでした。はいはい間アベマ TV のね、大取りでルキア君と試合していただいた元アウトサイダーチャンピオンの慶之助さんに来ていただいて、ルキア君にドッキリを仕掛けていきたいと思います。今日はもうルキアさんにドッキリ仕掛けようとしてて、俺に何なの、大食いしてて、終わってから撮影できてなかった、で、慶之助さんは怒るみたいな、でそういうドッキリをラーメンと2人でちょっと俺に重要じゃん、まあで、慶之助さんともさっき話してた、はい、話やってたんですけど、まあ、やっぱりラーメンに転向した方がなんか面白いもの気がしたんで、なるほどなるほど、はい、乗れてなかったら乗れませんでしたよ、普通怒られるのここやん、はい、山の中でも、結構理不尽な、結構理不尽になるんですけど、慶之助さん、お前アンポの管理全然できないやつなんで、はい、お前が全部管理しながらほどなったんちゃうか、